大学祭大学祭は日本の大学において課外活動として行われている学生主体の行事である。学園祭または学祭と呼ぶ大学もある。なお、専修学校や高等専門学校、文部科学省所管外の施設においてもこれに相当する行事が開催される場合がある。学生主体のイベントを大学祭と呼ぶ基準は特に公式に決まっているものはない。しかし、 大学祭と呼ばれるイベントはおおむね以下のような条件を満たす場合に呼ばれることが多い。大学祭運営のほとんどが学生の手によって行われ、大学の事務局や教員の学生委員会などは学生の活動に合わせて認可や助言を行う。一般的には各学部の教員、職員、学生や大学祭を司る学生部の職員が中心となって認可や助言を行い、 広報、財務、施設などの関係部局がその支援を行う形態が多い。ただし、一部の大学においては研究室開放という名目で教員の研究発表を行っているものも見られる。なお、学生運動の影響などで学生側の学園祭主催団体が複数存在する場合などは混乱を避けるために大学主催で運営することもある。大学祭は外部や 地域の人たちへ学校を開放させたり、学生たちの意識を高揚させたりするという役割を果たしている。具体的には、クラブ活動などの学生団体による展示、発表、開始、開放などの発行、資金調達や団結強化のための模擬展出展や、大学が行っている教育研究などの活動を発表する場となる。 資金調達も学生が行っていることが多いが、授業料とともに、学友会費などとして学校が代理徴収して、その費用の一部を文化祭の費用に充てるという形態も見られる。また、法政大学においては、大学当局の宣伝、支援を拒否し、学生が独自に企画、運営を行う自主法制祭が開催されている。さらには、 東京六大学学園再連盟のように、大学間で連携し、協力体制を敷いている場合もある。大学などの高等教育機関における、大学祭は第二次世界大戦前から行われている。例えば、東京大学の5月祭は80回以上、東京農業大学の収穫祭は2008年時点で117回を数える。なお、現在一般的である形態で行われるように、 なったのは、第二次世界大戦後からであるとし、学生運動の発生とともに発展してきたという見方もある。日本で最も古い部類に入る大学祭としては、東京外国語大学の外語祭があり、外国語劇を初めて上演した1900年の講演会までその歴史を遡ることができ、戦時中の中断等を挟み2008年時点で86回を数える。 新生国立大学で最初の文化祭は岐阜大学の期待祭であると言われており、2011年時点で63回を数える。大学祭については次のような内容、運営に関して改善を求める意見が上がる学校も見られる。飲食を提供する模擬店において衛生管理が徹底されていないと指摘されている。 2008年6月に開催された名古屋大学の明大祭の来場者らが食中毒になった問題で名古屋市は模擬店で販売されたクレープから黄色ブドウ球菌が検出され作り置きした生地が原因と判断し畜産保健所は学園祭の実行委員会などに衛生指導の徹底を求めた近年では高等学校と同様学生の派手な飲酒文化が問題視され 種類の販売の禁止などの措置が取られる大学もある。一気飲みの教養など、アルコールハラスメントの温床となっているとの指摘もある。北海道大学の北大祭は、教員組織である学生委員会と北海道大学大学祭、全学実行委員会事務局では、2005年に種類の販売を中止することで合意し、北大祭期間中は飲酒並びに、 種類販売を学生により自主規制するということになっている。以来北大祭では飲酒事故はほぼなくなっている。一方、筑波大学の総防祭は大学と学園祭実行委員会は2008年の学園祭出展企画の種類販売を禁止した。2008年に会場内へ持ち込まれた種類によるトラブルを受け、2009年以降は種類持ち込み禁止を決定した。 一方で、学園祭実行委員会による酒の配布はかとする二重の基準を設けることで、種類の全面禁止を避けつつ、事故を防ぐ取り組みがなされている。初等教育、中等教育の学校行事である文化祭とは異なり、大学祭自体は卒業要件に含まれない課外活動であるため、実行委員やサークル、ゼミなどの関係で出席する場合を除き、 参加そのものに義務はない。明大学園祭の食中毒77人にクレープ生地の作り置きが原因。ありがとうございます。